それでは秀美さんお待たせしました。もうぜひバチッと秀美節を聞かせてください。秀美さんどうぞ。はい、お待たせしました。こんばんはですね。こんばんは今一生懸命シェアしようと思いながらも、喋りながら何かするって大変ですよね。そうそう、もうこれはね、はい、焦ってるけど焦らさないように見せるという、これがプロ級のねテクニックっていうね実は冷や汗をいっぱいかいてるんですけどね、はい。早速、渡辺さんがゲストとのことでハートマーク楽しみにしています、頑張ってくださいということでね。あつみまり先生ですよ、私の方から見えます。あ、そっか、ぜひぜひ。この先生もすごいんですよ、やっぱり KY さんと同じお化粧の方なんですけど。おぜひぜひ。なんと現役58歳、はい、バリバリ私よりお肌綺麗です。ぜひぜひ、じゃあ絡んでください、絡んでください、ぜひぜひです、はい、よろしくお願いします。よくね、変わった仕事なので説明するのが難しいんですけど、簡単に例えますと、ジャパネット高田の高田社長みたいな仕事をしています。企業案件っていうやつですね。富士通グループに頼まれて、富士通のグループの中でいっぱい会社があるので、富士通の時もあるしますし、グループ会社の時もあるんですけど、そこからこのシステムを、例えば自治体さんとか、いくつか NEC さん、富士通さん、なんとかさんって3社でプレゼン大会じゃないですけど、はいはい、コンペっていうんですけど、提案コンペになった時のプレゼンターをずっとやってたんですね、会社にいる時から。はいはいはい。はい、で、それをそのまま仕事にしてるっていう感じです。そのでもプレゼンターをして、その獲得した生涯の金額が、うん、さっき200億って言ったら270億って、そうそう、これ、普通に考えたらすごいなと思って、普通に考えやんでもすごいですよね、うんうんうん、もうどんなものをこうプレゼンして一つの案件も割と大きいんですね、数億っていうパターンのものが多いので、うんうんうん、出したら数十億って場合もありますし、うん、でもそれを考えるとすごい足がすくむ、よくそんなことやるねって男性の方からも言われたりとかするんですけど、ですよね、そう、ギャンブルみたいだよねとか言われました、先日も。なんでそんな心臓の悪いことを仕事にしてるのって言われて。本当そうですよね。確かにねって思いましたけど、でも冷静に考えるとね、好きなんですよ。すごい。もうだから、もうある意味勝負師かもしれないです。勝負師ですね。もうなんか僕らみたいなちっちゃい心臓と違いますよね。本当に。いやいや、でもやっぱり女性をきれいにする上では勝負師じゃないですか。いつもね、ヒヤ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 してもしてるんですよ、何でもそうですけど、やっぱりこう繊細じゃないですか、女性の肌をこう触ってこうしてってね、なんかすごくだから毎回毎回ドキドキしながらやってます。はい、もうこのライブ配信と一緒です。今日は秀美さんお手柔らかにお願いしますっていうのと一緒ですよ。そう、手柔らかにって言われて、私そんなにいじめたりしませんよっていう感じです。いや、もう普段からライブ配信されてるの知ってたので、夜ね、結構一人で、それもゲストなしで一人でカメラに向かってああだこうだってこう楽しくやってる、その根性というんでしょうか、もうまずは見習わなあかんなと思って。うん、で、思うんですよ、これ練習にはもってこいですよ。そうですね、喋りの、はい、それそう、もうちょっと話は地域、今日はこっち域するっていうのはもう分かってたんですけど、はい、まずそのプレゼンターっていうことは、もちろんその人の前で喋って、制約に結びつける前には表現力とか、もちろん言葉をねどう使うとか、でここにももうちょっとね、せっかく聞いていただいてる方にね、興味深いこういう一言がある、これ一瞬でプロっぽく話せる施策とかで、こういうそう一瞬でですよ、プロっぽく話せる施策や科学的に証明された緊張を解く方法とかさ、脳をイエスに変える方法とか、これ聞いてるだけでも聞きたいになってくる。本当ですか。プレゼン資料を作成、これだけ守れば OK とかね、なんかこう即効性のあるっていうか、こう聞いてるだけで、あ、これ絶対必要って思うじゃないですか、誰しもね。これも今日はどこまで教えていただくか分かりませんけど、秀美さんなりにね、はい、内容もちょっとかいつまんでやっていただけたと思います。はい、はい、そうなんですよね、私時間のかかることが嫌いなんですよ、うん、だから長く練習して上手くなるのはある意味ピアノと一緒で当たり前で、すぐ結果を出してあげたい自分も出したいけど出してもあげたいんですよね。はい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 、はい、すごい。それを研究していくとこんな内容になりました。ノーイエスに変える話っていうか方法は、うんうん、去年鴨頭義人さんってご存知ですか。はいはいはい、はいはい、あの方
都が毎年スピーチ大会を年に1回やられてるんですよね、はい、今年はコロナでなくなっちゃったんですけれども、はいはい、SPA スーパープレゼンテーションアワードかな、はいはい、そういうのをやられていて、そこに、コンテンツを喋ってる、まあ、動画10分で出すんですけど、出して、ファイナリストになって東京で10分話してきました。ひでみさんが出たんですか？はい、出ました。優秀賞もらって帰ってきました。うわすごい。あ、そうなんや。 あれはすごいね、はい、今もYouTube の教育の中で1位ですよね、あれね、もうずっと経過を見てるんで、もともとマック、こう言っていいと思うけど、マックで、マクドナルド。で、はい、僕はモスバーガーだったんですよ。私ロッテリアです。え、なんだこれ。私旦那ともロッテリアで会いました。あら、ファーストフードやんこれ、みんな。ファーストフードつながり。つながり。そうそう、だからすごくやっぱ興味深くって、そういうの伺ってたんですけど、だん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 ほらやっぱり動画でずっと出てて、もうまあまあ YouTube 見たらもう大体人が出てきますもんね。出てきます、ね、出てきます。熱いですね。だから熱い人で、僕は本当にすごいなと思ってね、僕も勉強させてもらいますけどね、本当喋りはなかなかできません。もう僕らね、もう本当にカミカミになります。もう生で見たらもっと熱いですよ。あ、そう。まあ、でもそういう秀美さんもそこでそうやって賞を取られるぐらいだから、やっぱりその女性のプレゼン力っていうのはやっぱりね、どんなんかまあ見てみたいなと思うわけでございますよ。はい、で、まあ、一瞬でプロっぽく話せる秘策っていうのは、これ、まあ、ちょっと期待ですか？有料級になるか分かりませんけど、まあまあもう有料、どこまで出していいか分かりませんけど、こういうのも当然教えてくれるわけですよね、仕事です、はい、ね、そうです。それを実は教えています。3日間で全然喋れない SE さんをプレゼンできるところまで持ってくるっていうのが昨今の私の仕事になっていまして、それまでは代わりに喋ってたんですけど、今はもうそのやっぱり専門の SE さんが喋らなきゃいけないっていう規約ができちゃったりとかしていて、SE っていうのはちなみにちなみにこの聞いていただいてる方、SE って何のこっちゃっていう人もいたらしいの、要はどんなプログラムかやったりとか、システムエンジニアって言って、ね、プログラムを書く人がいるんですけど、はい、その中でもリーダーはそれらをまとめてリーダーが一人いて、その人がまあ SE と言われる方なんですね、はい、プロジェクトマネージャーって言われるんですけど、うん、そのプロジェクトマネージャーがお客さんにプレゼンするっていうパターンが今はほとんどですね。なるほどね。はい、まあちょっと言い方悪いか分かりませんけど、大体こうパソコンとかそういうプログラム書いてる人ってもうなんかコミュニケーション的に、もう昔から僕それ思ってたんです、はい、挨拶できやへんこの人らっていう感じの、まあこう言い方悪いですけど、言葉出してくれへんのみたいな感じがすごくあったんですよ。でもすごく優秀な人はそういうね、だんだん大人になってきたからその対応の仕方も分かってきましたけど、最初は思いましたよ、もう。なるほどね。やっぱりね、持ち家持ち家があるんでしょうね、だからそういうんでね。みんなそうですよ、やっぱり喋りが上手い SE さんってあんまりいらっしゃらないです。でそういう方にでも教えていかないとダメだから、逆にもうこんなしたらいいのにとかっていうことがすごくわかるわけですよね。だから僕がその SE やとしてですよ、もう本当にこんな喋りが下手くそなんですよ、もう今こうやってやってますけど、もうねもうカミカミになってね、何言ってるかわからない、もうほんまにそんなになるんですけど、なんか秘策があればこの一瞬でプロっぽく見せるっていうのなんかあるんですか？皆さん聞いとってよ。一瞬でプロっぽくするには、イントネーションと切れ目だけなんですね。アナウンサーさんがなぜあんなに綺麗に聞こえるのかっていうと、文節の頭にイントネーションを持ってくるからなんですね。例えば、こんばんは、渡辺秀美ですって、これ普通に喋ってるじゃないですか。プレゼンターをしています、渡辺秀美と申しますって言ってしまうと、これは素人の喋りになるんですね、はいはい。で、こんばんは、渡辺秀美です。一瞬でしょ？こんばんはの子、渡辺秀美のは、まあ、どっちかというと、秀美の日にもアクセントはついてるんですけども、はいはい、そういう文節の頭にアクセントを持ってくるっていう練習を徹底的にしてもらうんですね。ほうほうほう。普通の人は実は後ろについてるんです。それが、なんとかで、なんとかかんとかなんですよっていうのが、割と男性にも多いんですよね、後ろイントネーション。それをすると素人っぽさに違和感かかってしまうので、それを全部頭のイントネーションに直すと、さっきみたいなハキ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 っていうプロっぽい喋りが一瞬でできるようになります。こんばんは、あ、そうです、女性を元気にする会の代表池端秀幸です。こんな感じですか？こんな感じです。それをもっ
とわざとらしくやってみるぐらい。あ、そう、このね、わざとらしくっていう、それ、そっち側に切ろう切ろうって頭を、働かせてたら、喋、はい、りたいこと忘れてますわ。そういうことありますね。まあでもいつもこの秀美さんといえばライブ配信でもいつもそのハハハハとこの豪華な笑い顔を一人で配信しながらやってるっていうのがすごくね、一人芝居をしてるんですよいつもね。すごいよね本当に、あの尊敬します。よく言われます、楽しそうに喋るよね。楽しそうに、あの食べ、あの美味しそうに食べてる人もね幸せ感をもらえるけどね、どど、そう、楽しそうに喋ってるっていいよね。本当に秀美さんゲストなんですね。今夜も輝いている、いつも笑顔が素敵ですって、このありがとうございます。人生は分かったね。そうそうそう、ね、そちらで誰か分かったらまた見といてください、コメントね。はい、ありがとう。あ、誰やろな、ちょっと待ってくださいよ。こっちにもちょっとたまに確認をしに行って、今グループと僕の、タイムラインと、それから YouTube の方でもちょっと配信をしてまして、せっかくなので3つ同時にやっておりますん で、 でこういうふうに喋ってると、多分秀美さんは今下見ながらですね、シェアをしようと頑張ってるのはもう司会者ですからすぐ分かります。そう、パソコンで操作したいんですけど、パソコンでればいいのか。そうですね、パソコンでタグを別に1個出して Facebook で出してもらったらいいですね。で、あ、出た出た、何を言ってるの、よくされました、これだ、これをシェアすればいいんだ、はい、そうです。で、どこにシェアするの、こうシェアするとそのまま渡る。あ、分かった、一番上のシェアするってやつだ。そうですね、これでいったかな、はい、多分いってると思いますよ、はい、まああのこうやってこんな風にしていつも一人芝居をしながらいつもやってるんですよ。秀美さんって面白い。いや、あの本当にね、だから逆にね、あの親しみを感じるわけでございます。かっこつけて喋らなくてもいいんやなというね、ことを思わせていただくわけでございます。はい、もう全然下手くそでもいいですよ、ライブするぐらいだったらね。そうですね、楽しくする方がね、どうせだったらね。みんなうまく喋ろうとするから言いたいことが言えなくなっちゃったりとか、なんかこう構えちゃったりとかしません？わかります、わかります。素でいいですよ、素でいいですよ。プロポクしたいときだけプロポクすれば、うんうん、一瞬で。じゃあ さっきの続き、一瞬でプロポク話せる秘策一つありましたね、はい、で、科学的に証明された緊張解く方法って、これよくあの緊張こうピッとこうってあります。あんなん科学的ちゃいますよね。科学的って、なんで科学的ってつけてるかというと、最近解明されたことがいっぱいあるんですよ。あ、そうなんですか。私は脳科学オタクでして、脳科学とかの本がすごい好きでいっぱい読んだりとか、あと、うんうんうん、そういうなんか新しい、なんていうのかな、人に関する新しいものっていうのすごく好きで、まあ、大吾さんのやつとかも好きなんですけど、うんうん、はいはい、で昨今ちょっと教授の名前忘れちゃったんですけど、そういうなんか緊張に関することを研究してらっしゃる方がいらっしゃるんですよね。で、はいはい、その方が見つけた、その副交感神経を優位にすれば緊張って取れるんですよ、というのが昨今の、はいはい、あの調べで分かってきたことなんですけど、はいはい、じゃあどうやったら副交感神経を優位にできるかっていう話なんですけど、そうやね、かっちゃ話やね、かっちゃ話ですね、かっちゃ話。そこが、はい、要はですね、うん、眠くなると副交感神経で優位になるんですよ。でも眠くするわけにはいかないので、うん、動作をスローにすると副交感神経優位になるんですって。あ、だからゆっくり歩く、ゆっくり喋る、ゆっくり動作をする。それらがすべて緊張を取るためにとっても有効であるっていうのが一番最近の研究で分かっています。おお、すごい。はい、うわ、それちょっと僕目から鱗で、なんかこう。たったそんなこと。話するときって、でもなんかちょっと運動したり、なんかこう余計にしてるとかね、うん、思いますよね。それが余計に緊張してるわけ。そう、心拍数を上げて過度な緊張を呼ぶんですよ。あ、なんかわかる気がします。うん、あ、そうなんです、ね、そっか。もう一つ、あのそれは研究じゃなくて、私が昔から教えてる方法も実はありまして、緊張っていきなり真っ白になったりとか、うん、いきなり喋れなくなったりとかはしないんですよ。うんうんうん、ヒデさんもなんか最高に緊張した経験ってお持ちですか？今まで一番経験したあの緊張した経験。もちろんありますよ。まあ、テレビの生、あの NHK なんかで 生放送の時にパッとニュースの後にパッと来ますよね、カメラなんでも。来ます来ます。あの初めての経験じゃやっぱり何でもそうですけど、緊張しますよね。初めて。その時ってどうなります？どうなる？緊張、マックスに緊張した時どうなります？ドキドキしてきます。
なるほど。ドキドキがマックスですか？例えば頭真っ白になるとか、そこまではいかない。真っ白まではいかないですね。じゃあそんなに緊張するタイプじゃないのかもしれないですよね。実はそのドキドキする手前っていうのも必ずあって、うんうん、私の例で言えば必ず手のひらが冷たくなってくるんですね。これがスタートなんです。で、手のひらが冷たくなると、はい、膝がガクガクしてくるんです。わ、うん、かるわかる。なんか震えがやってきて、最初は手とか膝とかなんですけど、だんだんこれが上がってくるわけですよ。そうすると耳元で心臓の音が鳴り始める。もうこれね、かなり危ない状況です。で、呼吸が浅くなるというか、肩が上がり始めるともう頭真っ白です、その後は。っていう、人って急にパンっておかしくなったりはしなくって、順番が必ず誰しもあるんですね。はいはいはい。で、その順番をピークに緊張した時を例に思い出してもらうんです。で、私だったら手が冷たくなるっていうのが最初なので、カイロを持ってて手を温める。そうすると、ここの先に行くまでに時間が稼げるんですよね。で、膝が笑ってきたら屈伸したりとか、とにかく膝の笑いを止めるような対策をすると、膝から次上半身に行くのを遅れさせることができるんですね。というふうに、それぞれあのパターンが違うので、それぞれのパターンを解明していって、一番手前でおとなしくさせる。だってそうじゃないですか。300キロで走ってるポルシェ、ちょっとハンドル切ったら壁に激突しますでしょ。はい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 、それと同じで、人もそんなピークになってどうにかなんて、もう絶対コントロール効きませんから、一番手前でなんとかするというのが。なるほど。はあ、いや、なんかすっごいわかります。なんかそれと、これなんかあの、女性限定って言いながら、今日はあの男性の方もあのせっかくシェアしてるから、はい、ありがとうございます。女性が元気になると地位が元気になる。おいや、もう嬉しく楽しく元気になります。そうですね。ね、元気にならないと、はい、なるほど。頭のアクセント強調ですね。頭のアクセント、これさっきの話ね、淡々と喋ると確かに耳に入ってこない。わかりますわかります。はい、了解です。女性が元気になるね、これさっきね。はい、まあ、あ、ゆみちゃんも来てくれた。ゆみちゃん、はい、こんばんはです。ゆみちゃんはね、第3回のゲスト、はい、そうなんですね。そうなんですよ。山形からありがとうございます。いつもね、ともゆみちゃんのおかげでこのずっと2人のゲストの方をお紹介いただきましたからね。ええー、そうなんだ。そう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 、本当に素敵な方、たくさんいらっしゃいますからね。ちょっと待って。でもヒデさんって最初なぜこれをやろうと思ったんですか？これはね、まあ皆さん大体一緒やと思うんやけど、ちょっとなんかコロナ禍でなんかできることないかなってやっぱ思った時に、もうリアルの講座は全くなくして、もう自分の中でもなくしたんで、やっぱりこう触る仕事やし、人が集まる講座もなくそうということで、あ、これは頭を切り替えて新しい世界を作らなあかんなというふうに自分で考えて、でオンラインに切り替えたわけです。でオンラインに切り替えたら、まあ暇じゃないですか、すぐにはそんなできへんからね。でその中で何かこう自分ができることってなった時に、今までご縁を紡いでいただいた女性の素敵な方がいらっしゃると、そういう方に、まあ、いろんな話を聞いて元気しましょうみたいなね、でそんな浮かんだわけですよ。でも、ひでみさんもなんかされたいんですよね、今ちょうどたまたまそんなさっきね。そう、オンラインで講座とかね、なんていうかな、B2B、要するに会社の研修みたいなのはオンラインでしてるんですけど、はいはい、個人の方に提供って講習も講座も今までしてこなかったので、うんうんうん、そういう、それこそね、私は女性、サラリーマンが長いと、女性が家庭と仕事と、ね、子供を持つとどんなに大変かっていうのは、ね、嫌っちゅうほど分かるわけですよ。なので支援はしたいなっていうふうにいつも思ってますよ。ですよね、はい、なんかこうこのブレーキが外れないままアクセル全開を余儀なくされる社会ですって、このがちょっとガツンときますよね。そうですよ、本当に。女性ってほら、今日もですけど、私このライブ配信をするためにですね、主人が帰ってくるわけです。で、ご飯が食べ終わるのが大体7時なんですよね、はいはい、だからちょっとでもどっかに寄り道してくると、もうここに食い込んじゃうわけですよ。今日はどこにも寄り道しないで帰ってきてねって、まずは今日は簡単に冷凍餃子にしみたいな、だからその前から遡っていって、うちの中のでことを全部コントロールするっていう状態になるのがやっぱり女性なんですよね。そうでしょうね。なんか、うん、前のゲストの方もね、食卓から、女性を食卓からみたいなね、食卓で仕事ができて、それを良しとする社会をみたいなね、お話もされてました。わかります、わかります。もうでも、ちっちゃい頃も本当
にサラリーマンをずっとフルタイマーをやってて、突然子供ができた時に産休を取って休んだので、子供ができた時にどうしていいか分からず、もう泣き通しなので自分の子、あ本当によく泣く子だったんですよ。今はもう18歳になりましたが、大学行ってますけど、ほっと泣き通しで2時間と寝れたことがなくって、人って寝れないと頭っておかしくなるんですよね。そうですよね。そう、私だから子供を抱いて2階から投げそうになりました。え、本当です。あ、でもそれはよく言われますよね、うん、あの本当にそこで、協力していただける人がないと本当に孤独になっていくってよくね言われますけどね。私って自分の母と同居してたんですよ。で、旦那もこの日うちにいたんです、うん、だから助けは割とたくさんあって、割と恵まれてるよねって人から言われてたんですけど、なんだか追い詰められてしまって、もうちょっとで投げちゃうとかでした。うわー、そんな話を娘さんともされるんですね。しますよ、しますよ。よかった、投げなくて、みたいな。娘が、よかった、投げられなくてって言ってます。ねえ、なんか、そうそうそう、なんかすごくいつも娘さんとこう楽しくね、あのされてるのも、Facebook で見ますけども、なんか子供から教えられたこともたくさんあるって、ここにも書かれてます。もうだから10代、娘が10代になった時に子供扱いはやめようと思って接し方を大人に変えてたらうまくいきました。うんうん、子供扱いやめな、これなぜ100点なのっていうはどういう意味ですか。何やってんなの。あ、そうなんですよ。うちの娘はあの必ず私が仕事から帰ってくると今日は何点だったって聞くんです。はあ。で聞かれると、例えばすっごいうまくいった仕事だったとするじゃないですか。はいはいはい。ヒデさんだったら何点って答えます。うまくいったら、すっごいうまくいったんです。もう100点やなとかって言ってしまいたくなるよね。私も言いましたよ、100点だよって言ったら何て言われたと思います。ええ、ママなんで300点って言わないの。衝撃でしたよ。おすごい娘さん。だってすごいうまくいったんでしょって言われて、うん、すごいうまくいった、なんで100なの、少なくないって言われました。あ、君の中ではマックスは100じゃないんだねって思って、すっごいびっくりした瞬間でした。わ、すごい。ちょっと僕も今恥ずかしかったでしょ。なんで70って言わないのって、人間の伸びしろがないでしょそれだったら、その逆の方言われるからと思ってしまった。それ以来そこからもずっと聞かれてるんですけど、はあ、まあ、70点の時もあれば、はあ、あのまあすごくはないけど、まあ、そこそこあの、まあ、平均というか満足いただけるところまで飽きたっていうときは、あ、50点だなとかじゃなくて100点と言ってすごいうまくいったときは200点、300点、めちゃくちゃうまくいったときは1万点とか言っちゃいます。あ、なるほど。でもすごいな、それ。豊かになりますよ。あ、ほんとすごい娘さんですね、やっぱりね。まあ、のびのび育ちすぎたでしょうか。でもなんか私、うまく育ったなって自分でそういうふうに思うことにしました。まあ、でもひでみさんのそのお顔を見てたらそうなる。このここにも書いてる、このなぜ女性は化粧しなきゃいけないのって、こういう質問も来たんですか。これはね、最近なんですよ。私ひでさんに聞こうと思って。おお、興味あるね、はい、18になって大学行き始めて、でも高校の頃からメイクはしてたんですよね。すっごい興味があって好きなんですよ、うん、韓国コスメに凝っていて、うんうん、韓国人の何さんだったかな、 A ちゃんだったかな、アルファベットの A ちゃん、うん、会社員 A ちゃんっていう人なんですけど、ずっと動画見てるんですよ。うんうん。でメイク研究してて、なのに突然なんかめんどくさくなったのか、ママなんで女の人だけメイクして外に出なきゃいけないっていう法律でもあるわけじゃあるまいしみたいな、その文句を言い始めて、はいはいはい、でも、ね、なんでって聞かれた時に答えられませんでした。なんで男性はしなくていいのに女性はメイクしてないと社会人として失格みたいなこと言われるのって聞かれて、うん、私企業で新人研修とかもするんですよ、はいはい、そうすると女性はやっぱりね、あの身だしなみですからメイクしていきましょうみたいな言うわけですよ。その理由知らないなって思って。その理由ですか。ぜひあのこの間出版した本を見てくださいって。本当ですか。私はね、あの Amazon 注文中なんで今届くの待ってます。いや、あの本当にね、これ化粧の話になってくるとね、またこの放送で僕の話になってまうんであれだけど、確かにね、女性のね、メイクってね、女性の人生そのものなんですよ。だからそこに疑問を生じたり、その娘さんがそう思うということはすごく成長されてる証拠なんですよ。あ、なるほどね、うん、最初は韓国とかいろんな世界 の、 あのメイクのこととか興味あってやってるもんですよね。だけど日本人に生まれて私はなんでこういうことしてんのやろっていう疑問なのは当然なんですよ。うん、情報に踊らされてる人が多いから。
でその中で行き着いた時に実は気合いっていうんですけど、心を整えることが化粧っていうことで、昔の 5万年前の歴史へ戻っていけばやっぱり結局男と女しかない時代ですから、もうずっと、でその時に役割っていうのがあって、花になるとか、女性の場合花になるとか、思いやりを、整えて、心を整えて思いやりをこう家族に向けるとか、まあ、そういう習慣があったわけですよ。なるほど、だからそういう花になるっていいですよね。そうですね、だからそこがね、どうもその文化とかが、日本の文化とかがこう落ちこう抜けてしまってるので、まあ、だから疑問になると思います。だからそういう部分を、まあ、秀美さんなり解釈してどうぞプレゼンしてください。花になるとかいいですよね、いいですよ、はい、いいですか電話、大丈夫です、はい、そうなんです、そうなんです、まあ、役割っていうのがやっぱあると思うんですね。これを言うと男尊、まあ、そこがね難しいんですよね、言われるけど、でも昨今男性もしますよね。します、そうそういうことです。もう両方知っておく方がいいっていうねイメージですからね、まあごめんなさい化粧の話に飛んでしまいましたけど、今日ちょっと一番聞きたかったことで、やっぱりそのコミュニケーションっていうのすごく大事ですよね。こうやって見ていただいてる方もやっぱり家庭でのコミュニケーション、男の人にノーをイエスにするとか、まあ女性であればそうですよね、女性友達同士でもそうですし、お仕事もそうだし、このやっぱりコミュニケーションとってプレゼンをするということは、表現どういう表現したらこのノーがイエスに変われるのかっていう、こういうちょっと秘訣みたいなのがあればね、仕事にもいいし、もうな、意外に簡単だったりするんですけど、3つのステップでノーイエスに変えていくんですね。で1つ目はまずはゴールを決めないとやっぱり何事もたどり着けないので、ゴールを決めます。というのはノーをイエスに変えたい。例えば私の例でいくと、一緒に仕事していた SE さんが、なんかね、お小遣いあげてほしかった、あげてほしいって言ったんですね。で私がノーをイエスに変える技術持ってるよって言ったら、じゃあお小遣いあげてほしいからさ教えてって言われたから教えてあげたんですよ、はいはい、じゃあまず奥さんがそのお小遣いあげてくれた時のセリフを考えてみてって、でも考えられないって言ったから、まあでもそんな分かった1万円あげてあげるとか言わないよね普通って。そこね双子ちゃんがいたんですよ、おうちに、はあはあ、1歳未満のまだ1歳になってない双子ちゃんがいて、そんな大変な状況で旦那が小遣いあげろって言ったら、それこそねうちから出てっちゃうか、そんな状態じゃないですか。それでももしあげてくれたとしたら何て言うと思うって言ったら、まあしょうがないなかななんて、じゃあまあしょうがないをゴールにしましょう、まあ、それが1つ目なんですね、はい、じゃあ2つ目はっていう と、プレゼンって相手の聞きたい話でスタートして、自分の言いたい話で終えるっていうのがこう鉄板なんですね。もう一回言ってください。もう一回相手の聞きたい話で始めて、自分が話したい、まあ、誘導したいというかね、行きたいところで終えるっていうのがプレゼンの鉄板なんですよ。だって自分のしたい話先にしたら聞かないでしょ、相手の興味のあることとか、相手が気を引くようなことを先に話しておかないで、引き付けておいてこっちの話に持ってくるっていうのがセオリーなんですよね、はいはい、そうすると相手の興味があるのが何かを知らないとそこ話せなくないですか。なるほどなるほど。で私宿題出したんですよ、3日間、奥様の何て言うかな、奥様が日頃どんな生活をしてて何を考えててどんなことに困ってるかみたいなのを、SE さんってみんな忙しくって残業残業で帰らないですよね、はい、3日間で残業やめて早く帰って調べて、私にメールくださいねって言ったんですよ、そしたら3日後にメールが来たんですね。私送らない、そんなめんどくさがってやらないだろうななんて思ったら、本当に送ってきた、よっぽどお小遣い欲しかったんですよ、ね、その宿題が2つ目、要するに相手の中頭の中を知るってことなんですよね、2つ目は、そしたらその方は双子ちゃんなので、もうお風呂もご飯も食べれてられないし、トイレもゆっくり入ってられないと、お風呂も洗浄だと、そういうのを目の当たりに見て大変だなと。で奥さんお芝居とか昔よく一人でいてらしたみたいなんですけど、そんな暇全くないしっていうような状況を初めて見たんです。要するに寝てからしか帰ってきてないので旦那さんは、その現場をほとんど土日しか見てないわけなんですよね、っていうのを知って、その状況をメールで送ってきてくれました。じゃあ最後のステップですね。じゃあノーをイエスに変えるにはどうしたらいいの。相手の聞きたい話、要するに困っているところと自分の主張、お小遣いあげてほしい、この接点を探すわけですよ、はあはあはあ、で
だから相手の夢を叶えてあげる代わりに僕のもちょっと叶えてっていうところへ持ってくるっていうのがベストなんですね。そこで言うと、まあ、彼女の夢というのは、ちょっとは楽したいとかね、ゆっくりご飯食べたいとか、お芝居行って行けてないとか、そういうことだと思うんですよ。じゃあ彼はって言うと、お小遣いあげてほしいじゃないですか。じゃあ、その時に、ちょっとそこはね、一ひねりして、たまたま、携帯電話の格安携帯ができたばっかりの頃だったんですよね。じゃあ、格安携帯はちょっと私がレジして、そこで格安携帯に変えて、そしたら、まあ、1万5千ぐらい浮きそうって言ったので、じゃあそれを、奥さんと自分でハンド故障っていう提案はどうっていう話をしました。で、それを、まあ、原稿作ってっていうかね、こうやって話しなさいよっていうのを、原稿みたいにして作って、夜子供が寝静まって落ち着いた時に、奥さんの分のお茶を入れてからその話をしなさいと。入れてよし。ね、彼はそれをやってのけたわけなんですよ。で、大変なのはこの間3日間によく見てよみたいな話を先に持ってきておいて、で、いつもありがとうねっていうのを感謝も入れなさいよって言ったのでそこで入れて、でその携帯電話の話をし、1万5000円ぐらい浮きそうなんだ、お互いね半分こしない、さらに僕が1日だけそのお芝居に行きたい1日だけ自分が休みの日に見てるからっていう提案にしたんですよ。でもね、私のそのまあしょうがないなっていうのはね、間違ってました。しょうがないなじゃなくて、ね、泣きながらありがとうって言ってくれたんですって。へえ、すごい。それで奥さんはそんな半々じゃなくていいからと、私はランチでいいから、お昼間だけでいいから5000円でいいからパパに1万あげるよって言って1万円あるという、はい、実績を持っております。だからこれ獲得金額270億円いくようなプレゼンするというかすごいわ。いやもうでもこれ聞いてると、いや本当に勉強になると思う。今コメントもねいっぱい書いていただいた、由美ちゃんがね書いてくれてるんですよ。もうちょっとごめんね、さっきからコントロール、これちょっと前のやつね、前のやつ、私も料理手抜きつぼらにしてますから、自分に1万点、1万点あげてください、ぜひぜひ無限大とかあげてください。で相手の話を先に勉強になります。いや本当にね、目から鱗で、まあ、なんか分かってはいるんだけど、なんとなしにねこういう方法もあるんかなって言ってもなかなかね、やっぱりそうやって指導してくれたからできるんじゃないかな。自分の主張が先に出ちゃうんですよね、絶対。絶対まあ、うん、それを出さないというのがやっぱりプレゼンで勝つ秘訣ですね。あー、そっか。秀美さんすごい、私も喋り手ですが勉強になります。橋本恵さんプロですよ、橋本さんは。フリーアナウンサーさんですから。でもすごいな、今日はもうすごい方々がこうやって見ていただいてるということは、もう本当に僕はあんまりまた元気になりますね。元気になる、そう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 、ね、もうでもあっという間に39分や。何これ、今日は早なんか一個も組み立てやんままずっと話してても、なんかよいしょよいしょ、すごくやっぱり出ますね。ひでみさんのやっぱりライブ配信毎週やってるっていうの分かります、これ。またご覧になってる方でお暇があったらぜひ、ね、いらしてください。今日はもうなんかせっかくなんで、これコメントをいただいてる方から何か聞きたいことあればじゃんじゃん、ね、せっかくなんでひでみさんにもしてあげてもらえたら、こういっぱい、まあね、今話したような内容をね、セミナーで、こと、10月8日、はい、10月8日に岐阜でセミナーするんですよね。これちょっと説明じゃあ、はい、ちょっと待ってくださいね、はい、このひでみさんの頭の横にピッとズームセミナーっていうのを入れます、はいはい、実はこれ私が主催じゃないんですけど、はいはい、井上社長という2代目社長の伴走者っていう肩書きの2代目社長をとっても応援してらっしゃる男性の井上社長と社長さんがいらっしゃって、はい、そんな方にお招きをいただいて岐阜の、うん、とあるセミナールームでセミナーするんですけれども、ね、こんな時期なのでリアルじゃなくてズームの配信もしましょうっていうふうにおっしゃっていただいて、うんうんうん、そうなんです。なのでこれ今見えてます、どこからでも聞けますので、はい、はい、ひでみさん見えてますよね、うん、見えてますよ、ね、はい、井上社長、こっち側の優しそうな顔の方です。なんか特典とあります、あります、特典、2時間5000円のセミナーなんですけれども、はい、渡辺の紹介ですって言っていただければ、
はい、3000円にしてくれるっていうことだったので。これ今、5000円になってます。はい、なってます。そこは5000円になってますが。はい、3000円でやってくれるんですか。わ。じゃあこれ放送聞いたって言ったらいけるんですか。はい。私の紹介ですって言ってください。渡辺紹介ですって言っていただければ。わ、渡辺さんの紹介でって言ったらいいんですね。はい。これはちょっと出てます、ね。ここへずっと一番下の方へ、はい、これ書いたらいいんですね。はい。ここのところね。そうですそうです。ここのところ書いておけばいいですね。はい。はい。ぜひぜひ、じゃあそれで。渡辺さん、3000円で聞きましたって言っておいてください。すごい特典や。いやー、本当にこういうの聞けるんやったらいいな。本当に。今さらっと聞いただけでなかなか身につかないじゃないですか。そりゃそうですね。うんうん、なのであの実際にリアルの受講者さんも何名かいらっしゃるのでその方の例を聞いて、うん、もう一回組み立ててみたりとかね何度かレクチャーしてみますので、うん、ぜひぜひあとさっきのプロっぽくなる話とか、ね、あと緊張を解く方法それもやっていきますのでぜひまた興味のある方はね、はい、2時間3000円で多分あの倍以上の金額はペイできると思っていますので。いや、そうでしょうね。企業研修しか話していないので、ぜひぜひいらしていただければ嬉しいです。うわーすごい。これあのユミちゃんもプレゼン力つけたいですって書いてるから、ぜひぜひね、この3000か、うん、2時間。2時間。尊敬しますって秀美さん。ありがとうございます。そんなそんな日頃は失敗ばかりですよ。いやいや、でも何をされててもこうなんかいつも秀美さんって笑顔で、あのライブ配信も。本当に効果キュッと上げてあらなんかって言ってこう本当にさっきから言うように何度も一人芝居してますけどあれやっぱり続ける秘訣とかってあります？またこんなんやりたいという人もいらっしゃるか分かりませんし、うんうん、なんかまでやってきたんですか2年間も、うん、あのこの画面を見て喋る練習ってなかなか難しいんですよね。トレーニングするってで喋らないとすぐ腕が落ちちゃう、はいはい、口回らなくなっちゃうので、まあ、そのために始めたのもあるんですけども、はい、カメラで生き生きと喋る技術って今はすっごいもてはやされてません？やっぱりはいはいはい、そうですね、はい、そんな時の練習にもすごくもってこいで実は知ってるかもしれませんけど、うん、Facebook って誰にも見せずに自分だけ見れるっていうモードがあるんですよ。ありますありますありますよね、はい、自分だけでね。そうそれで喋っていくうちにすっごい練習になるので私はなんか生徒さんだったりとかね、うん、クライアントさんとかにそれで練習しなさいよって言ってで私だけを追加してくださいねって言うと私が見れるじゃないですか。はいはいはい、はい、テキワークするみたいなことをやってたりするので、うん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 、でも普通の人って自分の動画を見るのすごい私も最初嫌でしたけど嫌がりますよね。嫌ですよね、まあ、嫌って言いながら僕、うん、結構もう昔からバンバン出てるからねもうねあこの動画消してあもう見たくないっていうのいっぱい上がってくるでしょ。もうだから本当にもういっぱい散らばってますもんね動画ってね。でもなんかこれやっていくとある時突然、うん、自分じゃなくなるんですよね見てる自分が、はいはいはい、第三の自分みたいなのが自分を見てる状況になって、うん、なんかやだわ私みたいに思わなくなる時が来るので、はあはあ、ぜひそこまでチャレンジしてほしいなってよくクライアントさんには言っています。はい、あのそのうち変わってきますからある時スイッチを入れたように自分じゃないって覚える時が来ます、ね、2時間3000円格安です、笑顔大事です。喋る技術これからますます必要ですねってね本当にその通り、まあ、本当に喋る技術と、うんでまあ、どう伝えるかっていうのをねやっぱりビジュアルで伝える本当に動画とかであのこの視覚あの視覚っていうか喋らなくてもこの顔とかこれはまあ僕の技術でいうとメイクとか映り方とかねやっぱりそういう表情とかも大事ですもんね。だからメイクとか立ち振る舞いって本当は喋りより大事なんですよ、うん、はいはいはい2秒で伝わってしまうので、うん、2秒でジャッジされて、うん、あこの人怪しいとか思われたらもうそこから先の話は聞いてもらえないっていう状況になるんですよね。だから本当は大事なんですよ喋りより。ありがとうございます、はい、よかった僕のまだあの役割があったということにしてみましょう。ありますあります私でも今日娘にメイクしてもらいました。ああだから上手なんや。そうかなキラキラですね。失礼しました。いやいやあの肌ツヤがすっごくもうねいくつになってもツヤは大事ですよね肌も髪もね。ちょっと54歳に見えます、うん、いやもう今日は20代ぐらいに見えますわ。やっぱりですかちょっと言い過ぎですよそれ。いや本当に本当あゆうこちゃんも入ってきてくれました。2秒でジャッジ本当に2秒ね。ゆうこちゃんこれあの第1回目のゲストなんですよ。第1回目のゲストでねプロのカウンセラーの方でね本当に嬉しいカウンセラー、
すごいですよ。もうもうなんかこのゲスト出ていただく方はたくさんね、あの今まで いっぱいこう来ていただいたんですけど、すごいやっぱり皆さんね、エネルギーをやっぱりね、もうありがたいね、本当にありがたい。疲れてる人とかいませんよね。いないっていうか、僕がものすごく元気になるためにこれやってるようなもんですよ。そうですか。ヒデさん昔から元気じゃないですか。いや僕元気ですよ、あの元気だからガーッとやってるから、うん、たまに自分もあの元気のエネルギーをもうちょっとこう自分で入れたくなるじゃないですか。あ、なるほど、夏ばっかりで。そうそう、だから旅に行ったりとか、こういうあの女性の方にいろんな話聞いたり、これだけでも元気になりますからね、本当にチャーミングな。え、うん、不思議で、あのシャンパンタワーってあるじゃないですか。あ、はいはい、あのシャンパンタワーって一番上に入れるから下まで満たされるんですよね、はいはい、だけど女性ってほら家族だったり子供だったり旦那さんだったり周りばっかり満たしてるんですよ。だからてっぺんの自分のグラスをね、やっぱり満たさないとゆとりも幸せも満たされないなってよく感じますよ。シャンパンタワーの大事ですね。大事ですね。ひでみさん、うん、そこあの今日あのメッセージのとこちょっとあのちゃんと動画編集してきますわ。なんかその笑顔で言われるとシャンパン飲みながら感じてほしいね、みんなね、自分をまず、そう、自分をまず満たしなさい。でも私もそういう考え方になったのは本当最近ですよ。うん、子供がちっちゃい時はそんなことは思いませんでした。なんかたくさんこのサラリーマンの22年間嫌というほど体験してきたっていうことの中に、なんかあるんですか、なんか失敗談、もう数え切れないこと書いてますけど、失敗談もあるんですけど、あの私が会社を辞めた理由をね、ぜひ話させてください、はいはいはい、私22年間いたからそのままサラリーマンで終えてもよかったんですよ実は。うん、うん、居づらくもなかったですし、別に。ただ私の周りってインストラクターの会社なので女ばっかりなんですよ基本、上司以外は、うん、で東京とか大阪とか会議に行った時にやっぱりそのリーダークラスの女性がいっぱい集まるんですよね。でその集まった時に子供がいる人たちもと一緒に私は席を座っていて、子育て談義になった時にとあるすごいバリバリやってる大阪だったか広島だったかのマネージャーさんと一緒になって、その方の話が衝撃的で、あの2歳の子供がいる方だったんです。でも産休も取らずに普通に残業もやって普通に働いてらっしゃるんですよね。なのでどうやって日頃やってるの、私は母に任せきりだったんですけど、日頃どうしてるのって、その方シングルマザーなんですよ。あ、2歳どうしてんのって聞いたら、もうだからいかに茶碗洗ったりとか余計な時間をかけないかが全てだから、茶碗にはラップをかけてご飯を食べるって言ったんですね。あ、そしたら洗わなくて済むから。あ、で夜はもうぐっすり寝てしまったりすると、子供がおむつ濡れて泣いてても気がつかなかったりすると。でこの間夜中にごそごそ言うからパッと目を覚ましたら、子供がお風呂場まで歩いて行って、パッて行ったか歩いて行ったかで、お水を自分のお尻にかけていて、多分気持ち悪かったんでしょうね。シャワーを浴びてたからびっくりしたみたいな話をそこの場で聞いたんですね。でその聞いた時に、まあそんな過酷なとこなわけですよ、要は女性の職場って、で男性と同じように働く女性の職場って、まあさらにシングルマザーだからね、大変なところもあったんだとは思うんですが、思ったんです。私ここにいたらダメだなと思いました、うんうん、それが普通ってどうかしていると思いました。あ、そうですよね、で結構多かれ少なかれそういう人多かったんですよ。あ、だってバリバリ働いてたらどっかに歪みって出るじゃないですか、うんうん、その歪みの出先が子供になるのは本末転倒、私はね本末転倒だなって思って、うん、ここからこの場所にいたらダメだとその時に思いました。うん、キャリアがどうとかそういう問題ではなく、自分と子供のために良くない場所だっていうのをすごい感じちゃったんですよそこで、うん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 、で辞めてこれで10年経ちますけど、まあ、正解でしたね。じゃなかったら今も夜中まで多分サラリーマンして終電で帰ってきてたと思います、そういう職場だったので。それがまあブレーキが外れないままアクセル全開を余儀なくされる社会、これが まだやっぱり男性のそういう社会の中に女性がのことを、あの進出を認められてないというね部分もやっぱりあったということですね、うん、10年前ですもんね。そうです、ま、だ今、ただ、まだ今、10年前も私のいた職場は男女がほぼ同じ給料をもらうような職場だったんですよ。 あんまり差がない、扱いは差がありますけど、うん、あの、はい、昇進しないとかいうね、はい、そういう扱いに差はあるんですけど、はい、給料的にはあまり差がないので、その代わり転勤もだし出張もだし、あの嫌と言えない
そういうところだったんですよね。うん、今だいぶ良くなったとは思うんですけども、でもやっぱり大変だと思いますよ。そうですね、まあ、だいぶ時代は本当に変わって、そういう部分もね、女性のこの進出も、まあ、なってるけども、それでもやっぱりね、その分かってもらえない、まず男性の脳と女性脳が違うから職場の中でそのギャップを埋めるのが大変だと思うんですよね。まあ、でもこういうその配信をこう聞いていただくだけで、でも女性の方はやっぱり頑張れる、まあ、あ、そっか、頑張れるっていう言葉もよくないんか、まあ、自分の中で、ちゃんと選択肢を持ってやったらいいんやなっていうことをね、まあ、秀美さんのこうメッセージ聞いてると本当思います。逃げてもいいと思いますね。もう そのまま行ってね、逃げるのありだと思います。まま、もう学校に通いたくない子に行かなくていいっていうのと同じで、女性だってそんな全てに完璧を求められても、会社では男性バリバリに働け、うちの中では全部家事はしろ、できっこないですもん。時間は24時間だし。素晴らしい。日本の男性のね、家事参加率は低いじゃないですか。世界で20何位でしたっけ。ヒデさん、参加します？僕17年間不思議家庭やったから。素晴らしい。そう だから女性のこう立場もちょっとは分かる。娘2人をですよ、まあ、4歳6歳ぐらいからずっと育ってきたんですよね。まあ、それはもちろん親もいてるからできたことですけどね。だけど、まあ、だからそういう見てると、これは大変と思いますもん。大変ですよね。分かりますもんね。そうそう、私なんて一人娘でもそんなんですから、二人とかいたらね、気が違ったと思います、多分。ありがとうございます。ひでみさん、またちょっとコメントが、表情生き生きしています。見た目9割と言いますよね、と。そうそう、見た目9割、安心します。、はい、完璧にできないですということで、ね、できないです、ね、でもできなくていいんです。はい、ありがとうございます。なんかあっという間の53分になってきました。ひでみさん、まあ、こうやって子供のこともそうだし、仕事のこともそうだし、まあ、日本女性を元気にするというね、まあ、もうこのお顔を見てるだけでね、もうなんか元気もらえます、本当に。こうよかったです。このなんていうのかな、もう福顔っていうんでしょうかね、笑顔も。顔言われますでしょ、こうクッと口角上がって、うん、口角ね、口角下げてるとババアに見えるんですよね、やっぱり年が年なので。僕ら同じぐらいじゃないですか、そんなに変わりませんよ。だからやっぱり幸せそうに笑ってないと若く見えない、何もね、なく見えちゃうから。そう。本当ですね。まあ、今日見ていただいている方に、その、まあ、子育て仕事の話もいろいろありました。で、そんな中で、まあ、女性の、まあ、自分自身を 見たときに、まあ、今日は見ていただいている方に、なんかこう自分自身の人生をどういうふうに捉えたらいいかとか、なんか秀美さんなりのその格言っていうんでしょうかね、なんかあればね、うん、ちょっと私の中の格言は すごくなんか変な格言なんですけど、はい、世の中に絶対正しいことなんて一つもないっていうのが私の格言なんです。と言いますのもね、その子供が泣き通しだった時に、はい、私38で初めての子だったんですよ。遅いんですよね。うんうんうん、だって育児書とかいっぱい読んで、勉強もいっぱいして、いいお母さんになるんだと。今まで仕事一生懸命できたから、いいお母さんになるんだなって思っていたんですが、泣き止まず、やればやっただけ、なんかことごとくうまくいかず、育児は。ああ、もうって思った時に、その、泣いてる理由がわからなかったんですよね。で、どうやら母乳が出てなかったのが、今思えば泣いてる原因だった。だからお腹が空いてたんですよ。で、それが、なんかそう、たまたまそれが分かって、母乳をあげながら寝せたら、8時間ぐっすり寝れたんですよ。そこから私、頭おかしくならずに済んだんですけど、その翌日に私が読んでた育児書の裏側を全部見たら、うん、全部男性の博士が書いた育児書だったんです。ああ。なんで、その場でゴミ箱に捨てました。何十冊かの育児書。なるほど。男に分かるかとか言いながら捨てました。私の母が例えば何か娘にねアドバイスして困ったことがあると、それって本当絶対なんだろうねみたいな口癖だったんですよ。でそう言われると、なんか探してたりすると、お母さんこれないんだけどって言うと、本当にないんだろうねみたいなことを言う母だったんですね。それがすごい嫌で、で娘にもとってもね、これが良かれと思ってやったら、本当にそれ合ってるんでしょうねみたいなことを言ったので、最後に母に投げた言葉が、この世の中にね正しいなんてことないんだよ一つもって。それが
生まれて初めて母に反抗した言葉でした。はあ、なるほど。だからこの言葉選んだ。これもなんか腑に落ちるわ。もう秀美さんの人生そのものや、これも。正しいことなんて探してもないんです、答えは。うん、なるほどね。だからこうかな、ああかなって思ったものをどんどんやっていくしかない。その中で正解に近いものに近づくみたいな感じが一番だと思いますよ。ありがとうございます。まあ素晴らしいメッセージでございます。最後にも最後までこれ笑わせていただいた。もうほんまにね、もうはい、もう完璧にできないですって。このね、うん、時代は変わったと言いますが、女性の足を引っ張るのも女性、ガラスの天井はまだ突き破れないと思いますね。まあ、秀美さんたら突き破りそうです。秀美さん明るくて元気もらいます。まあ本当にね、こんな形で、ちょうど、9時かもう早いなというのはやっぱりさすがなりましたね。なんか喋ってて笑ってたらなるねっていう話をさっきもしてたところですけど。その通りでした。もうでも本当に楽しい。そしてあのすごく、ね、ガツンと、ね、メッセージ来ましたんでね。まあ、僕はあのこことここまた YouTube で、はい、楽しみにしてます。この大笑いもちゃんと入れておきますわ。福 笑いね、福笑い、大笑いというか福笑いを入れておきます、ね、はい、人を幸せにするんで ね、ありがとうございました。本当に今日は、ね、素敵なメッセージたくさんいただきました。秀美さんでございました。皆さん拍手ということで皆さんも頑張っていきましょう。はい、じゃあまた秀美さん時間あるときはぜひまたこうやって絡みに来てくださいね。で、あのそうそう、みんなでゲスト同士でこの出るような会もできたらと思ってますんで、ぜひよろしくお願いします。はい、お願いしておきます。はい、じゃあ秀美さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さん、はい。